皆さんこんにちは、大島使いの56回目です。ここのところですね、ずっと期間の雑誌というかですね、シリーズのハイライトをやっているんですけど、今回もですね、それですけれども、15、14歳からのプラスチックと環境問題をやりたいと思います。なぜかと言いますとですね、この6月に政府がですね、プラスチック新法という新しいプラスチックを規制する法律を作ったんですが、これがですね、まあはっきり言ってダメ法です。この本でも指摘しているんですけれども、日本のプラスチックが減らない理由は、大きくはですね、食品の使い捨ての包装のプラスチックが全く減らないからなんですよ。それはなぜかということをこの中にもっと詳しく書いてますから、それをまあ皆さん読んでくださって、おかげさまでこれ4釣りまで行きました。今回の法律はそのことを全く考慮してない。ですから全く今回の法律は新しくプラスチックを減らすことにならない。そのことをですね、今回もちょっとお話をさせていただきたいと思います。今回お断りしますというのは、ちょっと僕はですね、今回怒ってます。誰にということですけどね、小泉君ですね、環境大臣やってますけど、こんなろくでもない法律にしかできなかった彼ですね、もう少し何かと思ったんですけれども、本当に力のないというか、やり気がないというかですね、本当に彼が環境大臣にいること自体がどうも、もう一つどうなんだというぐらい情けない法律だということで、ちょっと怒ってます。なぜなのかという話を今日やりましょうかね。ちょっと冷静に、まずこの図の位置を見てくださいね。まず現状を把握しましょうということです。知らなきゃいけないのは、私たち日本人はですね、いわゆる食品とかいろいろ包装する包装されているプラスチック、使い捨てのね、捨てるのはですね、でアメリカに次いで日本人は第2位に使い捨てのプラスチック包装の商品を使っているということをまず抑えなきゃいけない。でその次です。この図の2を見てください。世界全体でね、プラスチック使い捨ての包装容器ですね、それは、世界の全プラスチックのゴミの 36% を占めている。かなりの大きな部分であるよということをまず次に認識 しましょうね。その次です。じゃあそのようなプラスチックのですね、ゴミですけれども、リサイクルされたりとかっていろんな形で私たちは一生懸命ね、まあリサイクルいろいろきれいにしたりとかしていますが、残念なことに、これはもうこの前お伝えしましたけれども、ほぼほぼ日本の場合はそれは燃やしてるということなんですよ。本当にですね、全体の中でですね、サーマルリサイクルに持っていかれているものがですね、全体の 58% も燃やしてます。マテリアルリサイクルだと言ってですね、私たちが知っているリサイクルに回しているものは 23.4% なんですが、なんとこのうちのですね、211万トンありますけど、このうちの130万トンはゴミとして外国に輸出してます。ですから実際に自分たちの中でリサイクルされているものっていうのは82万トン。これがマテリアルリサイクルね。それからケミカルリサイクルで40万トンぐらいって言われてますけど、まあこれは本当にビビたるもんです。ほぼ燃やしてます。これがですね、みんな、まあ驚いたわけですよ。ちゃんとリサイクルされてるんだろうと。これだけもう分別だ、ああだこうだと言われてるのにもかかわらず、自治体はもうそれ一緒くたにして燃やしてる。で、この、サーマルリサイクルなんですけれどもね、基本的にはですね、リサイクルという概念の中では入らないんですね。つまり一つの資源をですね、減らさずに循環の中で使い回していこうという思想の中で言うと、燃やしちゃうとそれは熱になるだけで、で、そこでもう終わっちゃうわけですね。それはリサイクルじゃないだろう。ただ日本の場合にはここの部分がですね、いやそんなことはね、これも熱にするからリサイクルだというふうにまあ言っているわけですね。これまあどっちが正しいという話ではなくて、現実的にそうだっていうことなんだけども。じゃあその熱どこに使ってんのっていうとね、ほぼもうゴミ焼却炉のそばのですね、温水プールに使ってるだけで、発電に使われてるなんてのは本当にビビたるもん。これを全部じゃあ発電に回せれば多少はなんとかなるのかもしれないけど、でもこれ火力発電。やっぱり CO2 が出てるということで。で、一度ですね、このゴミ焼却炉から出る CO2 をどのぐらいになるんだろうなって調べたことがあるんですが、ほぼ統計がないです。全然調べられない。これはもう意図的なのかわからないけれども、調べようがないということでした。ただですね、なんで日本がこのゴミをどんどん燃やしてるのかっていうのはね、ちょっと日本的な事情があるんで、それちょっと横道にそれますけど、この図の4見てくださいね。高度成長の時にですね、もう大変にゴミが増えたわけですよ。圧倒的に増えて、夢の島ってありますよね。あそこがもう大埋め立て地だったわけですね。で、そこにね、ハエがもう大発生しちゃって、もう江東区がハエだらけになったっていう大事件があったんですよ。で、その時あんまりもうね、ひどいと。だから焼却工場を作りましょうって言った時にね、じゃあどこに作るか、いろんなところに作りましょうって言ったんですけど、杉並区が冗談じゃねえ、そんなもんうちらなんて作らせるか、まあ言ったわけですよ。で、ゴミ焼却炉建設反対運動ってあったわけ。
そしたら起こったね、江東区が。杉並区のゴミは絶対阻止っていう大戦争が起こったわけですね。まあそのぐらい東京ってもうゴミでもう大変な時期があったわけですけれども、この時にそういうことは言う、まあ言ってもしょうがないんでっていうことで高井戸の焼却炉ができたと。ところがね、そこでまた問題が起こったわけですよ。生ゴミをたくさん燃やすとね、結局ダイオキシン出ちゃったんですね。で、ダイオキシンって非常に発がん性があって大変だよって、もう危険だよということでですね、まあこれもパニックになった。じゃあダイオキシンを発生させないためにはどうするんだということになったわけですよ。それでその焼却炉をものすごい高熱で燃やす焼却炉にすればダイオキシンが発生しないということが分かって、で、新しい形の最新型の焼却炉にしましょうということでですね、焼却炉メーカーの人たちとかも含めて国が号令かけたんですよ。もうとにかくダイオキシンの出ない最新型の焼却炉にしろと言われて、メーカーの人たちも一生懸命頑張ったわけですね、ここでね。で、ダイオキシンの出ない、で、CO2 も出ない、まあ、非常に性能のいい焼却炉を日本は開発したんですよ。で、それでいろんな地区のですね、ゴミ焼却炉がたくさんたくさんできた。まあ、これはね、ある意味日本政府の、そういう鉄鋼業界とかも含めてね、そういう業界に対する救済策でもあったんですよ。造船不況ってあったんですね。日本の造船業が一気にダメになった。韓国とか中国に押されてね。で、石川島、有馬とか、まあそういった大手の重工業がみんな苦境に陥った時にですね、政府がべらぼうな数補助金出して、でも日本中に焼却炉を作った。よって今日本はゴミを、プラスチックのゴミも全部燃やしているという事情があります。ですから、これは極めて日本的な事情の中でね、焼却を行っているってことで、焼却自体は悪だとか、なんとかとかっていうことではないんだけど、全体のゴミという、プラスチックのゴミということを考えて、リサイクルって考えたときに、それをどういうふうに理解しようっていうのが、消費者の私たちの問題なわけですね。そこで、今回の話の核心につくんですけれどもね、この写真を見てください。これ、我が家の一週間のプラスチックのゴミです。私たちのはね、野菜は、自分のところで育ててます。それから、できるだけラップを使わないように、こういったシリコンのラップを使ったりとか、それなりに、やっている方だと思うんです。それでもこれだけ出ます。ほぼ全てが残念なことに食品関係のゴミです。それだけ私たちのような暮らしをしていてもっていうのはあれですけれども、努力していてもこのぐらいのゴミが出る。それもほぼ食品関係、スーパー、コンビニから買ってきたものから出るゴミです。ですので、ほぼね、生活の中でコンビニで暮らしてるとかね、コンビニでお弁当で暮らしてるよとかさ、水もペットボトルだよとかっていう若い世代の人たちのゴミがどんだけの量になるのかなというのはちょっとね、恐ろしいですよね。まあ今はちょっとね、スーパーコンビニも行ってこのまま驚いたんですけれども、それでその次ですね、図の5ですけれども、これはですね、この前のお話の根本ですけれども、私たちがそうやってですね、自治体が燃やすためにもう大変なお金を負担している、これはもう税金です。私たちの税金を負担しているということをこの前はお伝えしました。で、今現実にですね、金額がどのぐらいかっていうのは2500億円自治体が使って燃やしてます。これは全部私たちの税金です。じゃあね、問題はこのプラスチックのゴミを出して作ってね、それで利益を得ている企業は負担してるのっていうと、いやいやいや負担してますよって抜かしますよ。ただね、これってのはさっきで見たでしょ、リサイクルに関わる部分だけのかかった費用を負担してる。サーマルリサイクル関係ないわけですよ。本当にですね、ゴミのリサイクル業者に対してマテリアルリサイクルとケミカルリサイクル、それにかかった費用だけ負担してるんですよ。いくら負担してると思います？日本全国の業界で383億円です。これしか負担してません。例えば、もう何回も言うけれども、本当にコンビニ行ってパンを見てください。もう山崎パンの溢れてますよね。山崎パンなんて商品のすべてがもう使い捨てのプラスチック包装ですよ。そのね、山崎パンがじゃあどのぐらい利益を上げているかっていうと、9956億円ですよ。1兆円近いんだよ。これだけの利益を得て、それで膨大なプラスチックゴミを出していながら、業界全部で383しか出してないってことは、山崎パンって一体いくら出してると思う？ここなのよ、問題は。ちゃんと負担しろってことなのよ。利益を上げた分だけね。そうすればですね、まあ、考えますよ。利益が減るんだから、企業だからね。じゃあちょっとプラスチックやめて何かにしようかとかって、もっと重い税負担をかけない限り日本の企業はやめません。問題、それでぐるっと回って今回のプラスチック法ですが、その本には全く触れてません。企業のためには本当に温かい優しい法律で、それで消費者にああしろこうしろで、自治体にもああしろこうしろと言ってるだけの法律です。ということでですね、本当にこのからくりというかですね、プラスチック、そんなね、スプーンやね、ストローなんかでぐずぐず言ってる場合じゃないんだよ。そんなもん 0.04% ぐらいしかないわけじゃん。それでやった気になってる小泉君、本当になんとかあんたも考え直しなさいよと私は言いたいです。以上です。ありがとうございました。